皆さんこんにちは。英語でプレゼンスピーチ15の法則、コースのご案内をいたします。英語プレゼンの基本構造、役立つ表現、効果的な伝え方のポイントを習得するがコンセプトのコースです。星が3つ、上級レベルのコースです。特徴は3つです。1つ目、一流のプレゼンに必要な15の法則をご紹介します。2つ目、 プレゼンの構造、英語表現、そしてデリバリー、伝え方のコツを学びます。そして3つ目、テキストの著者でもある講師が担当いたします。対象は、初めて英語でプレゼンをする予定や可能性のある方、トーイックエルアンダルテストで730点以上くらいの方、そしてより英語らしく、簡潔に相手に伝わる英語のスピーキング力を養いたい方におすすめです。コース内容です。講義動画が 1> 1回回回分分、分間ががウェブテストが3回分ついていてます。学習のテーマはビジネス英語プレゼンの基本良いスライドの条件英語プレゼン品質の表現各スライドを説明する3ステップそして聞き手にしっかり伝わる話し方です学習の流れについてですまず講義動画を視聴しそして自己学習で テキストに付属の CD の音声を聞き、声に出す練習をします。そして、ウェブテストで理解度を確認します。以降も同様の流れで行っていきます。教材は、利用ガイドと受講ガイドをお送りし、講義録はタック Web スクールからダウンロードできます。テキストがこちら。一流ビジネスパーソンがやっている英語でプレゼンスピーチ15の法則です。 このテキストは市販されておりますので、既に持っていますという方向けに、教材なしのコースもご用意がございます。講義動画のイメージはこちらです。担当講師は、相葉よしこ先生です。英語教授法の資格と海外でのビジネス経験があり、法人向けビジネス英語の指導経験が豊富で、ビジネス英語関連の本も出している著名な講師です。講義動画の視聴は、タック Web スクール、 ウェブテストアタックビズスクールという二つのシステムを使用します。各システムの動作環境は QR コードより事前にご確認ください。日程についてです。受講有効期間が三ヶ月間、毎月開講しています。例えば十月開講は十月一日以降随時全講義の視聴開始が可能。教材の発送は九月の二十七日以降随時一括発送。受講有効期限が十二月二十七日までです。 教材発送開始日以降のお申し込みの場合、お申し込み受付後3営業日ほどで教材を発送しています。IP テストについてです。受講有効期限内に実施される IP テストにお申し込みいただくことができます。L&R テストのマークシート方式の解除試験は1回のみのお申し込みが可能です。オンラインの IP テストにつきましては何度でもお申し込みが可能です。 なお、受講有効期限内にすべての IP s の実施がない場合もございますので事前にご確認ください。申し込みはタック受付窓口での現金もしくはクレジットカードでのお支払いのほか、インターネット、郵送代理店で承っております。こちらのコースを含む人気の5コースをまとめてお得に申し込みできるコースのご案内です。ビジネスス英語スキル向上パック 受講料が29,800円受講期間が12ヶ月間のコースです全てこちらは教材が含まれているコースですこのコースの受講期間中に実施される IP テストには何度でもお申し込みいただけます英語でプレゼンスピーチ15の法則受講料7,100円です講義動画の一部を無料配信しておりますのでこちらもぜひご覧くださいご覧いただきありがとうございました